明けましておめでとうございます。タカラビリーでございます。いやー、1年明けました。いや、早いもので、もう1年が経ってしまってですね、今年も目標をちょっとチャンネルで言ってみようかなと思いましてですね、今動画を撮っております。前回多分チャンネル登録者数っていうものを15万人増やして、でこっちのチャンネルとゲームチャンネルの目標も言ったんですけど、もう全く動画を投稿してなくて、そりゃあんた数増えるわけないじゃないですかっていう感じでなってしまいましてですね、まあ結果発表を言いますと、メインチャンネルの方はチャンネル登録者数が15万人を超えて17万人ぐらいいってるので、目標達成でございます。イエイ、ありがとうございます。本当に皆様のおかげでございます。皆さんがすごく応援してくださったので、なんとか登録者数を超えてですね、達成することができました。ただゲームチャンネルとこのチャンネルっすよね、お前全くしてないやないかと。もう何にもほぼ微動だにしてません去年の1月1日からもうほぼ微動だにせず、もうステイです。だから今年の登録者の目標はですね、でも登録者っていうよりかはアップする動画の数にしようかなって思ってます。音楽チャンネルは登録者数で目標を出すのがいいのかなと思ってて、ラベさんちとゲームチャンネルに関して言うと、投稿数若干ゲームチャンネルもこっちにぶっ込むっていうのはありかなと思ってるんですよ。俺正直ゲームチャンネルもこっちに入れちゃう、なんか多分もう3つ運用は無理かなって思って、そのゲームチャンネルもありでゲームを配信するよっていうことで、このラベさんちのその登録者数とですね、あと投稿頻度を上げていきたいなと思っていて、もう今まで 1週間に1本もアップしてなかったやつがこんなことも言うのもなんですけど、いやーちょっと2は少ない、2は少ないか、頻度2アップは少ないから3にしよう。大丈夫かないや正直ね、もう分からんたいっていうのがさ、音楽チャンネルの方を週2か週3アップ頑張って行うよったったい。で、それだけ結構ね、バチバチなんよ。もう大変じゃん、なんだかんだで。でけん、それを、その頻度、そのスピードを上げるためにも、こっちの頻度も3ぐらい。そしたらさ、ほぼ毎日やん。目標！絶対週2。絶対週2ではアップします。こっちのチャンネルで。絶対週2でアップするっていう目標です。今年は1年かけて、でもできれば週3に増やしていきたい。正月、皆さんお正月どうでしたでしょうか。楽しく過ごしました。僕はですね、元旦はもうここ3年間ぐらい連続でくまみきと遊んでるんですよ。チーム親戚ってアリーさんとかもね、ほんとチーム親戚なんですけども、ほんと3年連続あって、ゲームもね、普通のテレビゲームとかじゃなくてボードゲームだったりとか、アプリでできるゲームとか、なんだっけ、ワードウルフとかやったりしてます。さあ、というわけでございまして、皆様本当に1年間本当にありがとうございました。去年はてか、ここで去年の挨拶するのおかしいけど、今年もぜひ1年間よろしくお願いします。今年も頑張っていこうかなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録とかしていただけたらと、本当に噛みましたけど、すごい感じるんですけど、励みになります。あと、お正月に皆さん何をしてましたか、それとかコメントとかしてくれたら、すごく見ますのでよろしくお願いします。以上、宝部亮次でございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。